皆さんこんにちは。今回はベーコンズッキーニドップを作ります。まずはいつも通りの生地練りです。生地の硬さは普通くらい。練り時間は8分ほど練りました。生地が練れたら一時発酵です。30度で55分発酵させてください。一時発酵中に具材の下準備をします。ブロッコリーとズッキーニは600ワットで2分ほど加熱しておきます。ベーコンは3枚くらいに切っておきます。一時発酵が終わった生地はガス抜きをしてから、5分割に切り分けます。切り分けたら丸め直してベンチタイムです。20分ほど休ませてください。ベンチタイムが終わったら生地の成形に入ります。生地を長方形に伸ばしてマスタードを塗ってください。マスタードを塗ったら具材を乗せて包みます。手前から巻き込むように包んでください。包んだら閉じ目をしっかりと閉じてください。閉じ目を閉じたら転がして少し長く伸ばします。ここまでできたら切り込みを入れて二次発酵です。30度で25分発酵させてください。二次発酵が終わったらサラダ油を吹きかけてから焼成です。210度で15分焼いたら完成です。